物の中または地下に避難してください。続報が入り次第お知らせしますという情報を発表しています。発射時刻は7時22分ごろということで10分以上が経過したことになります。発射時刻は7時22分ごろ、北朝鮮からミサイルが北海道、青森県の方向に発射されたものとみられます。続いて政府が J アラート全国瞬時警報システムや Mnet 緊急情報ネットワークシステムで情報を発信したのは動いてる。5年前の2017年9月15日以来です。ジャン君、万が一の時はここを掴んで引っ張って持っていくからね。ジャン君、こんなジャンね、本当にね。ポンちゃんもだね。ポンちゃん、ポンちゃん。はい、あ、掴まれるの嫌なんだ。はい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 。ポンちゃん。よいしょ。まだジャン君のことの信頼がないか。ここ掴まれることあるからね。マッサージだと思って。北朝鮮への抑止力の強化を図る日米韓3カ国に対抗し、ミサイル能力の向上を誇示することで強く牽制する狙いがあるとみられます。日本海では米韓両軍が先月29日までの4日間、アメリカの原子力空母を使って合同訓練を実施したのに続いて、30日には日米韓3カ国による共同訓練が5年ぶりに行われました。またアメリカのハリス副大統領は先月29日に南北を隔てる非武装地帯を視察した後、北朝鮮には残忍な独裁政権と人権、ジャン君、青森、北海道のあたりは、今北朝鮮からのミサイルが行っているということで警戒警報になってますが、なぜか小笠原もなんだよね。小笠原諸島もっていう風になってるのでちょっとよくわからないんだけど、あ、うん、そうだね。さあ困っちゃった。大丈夫だといいね。ジャン君、ポンちゃん、ミサイルは通過したそうです。よかったねじゃないですね。ちゃんと日本の場合迎撃ができるのか、総理大臣がとか防衛庁長官が多分何か言うと思うので、後でそれを聞きたいと思います。困るよね、ミサイルは撃たれたらね。ジャン君、ポンちゃん、はい、夜も更けてきました。君たち仲いいね。さあちょっとした運動をして寝ましょうかね。というのもよいしょ、はい、こちらです。これがすごく軽いというか、まあ、700g ぐらいじゃないかと思うんですが、700-800g、 こっちに変えます。これ 1kg かな、1キロちょっとあるかな、ちょっとわかんないんですけどね。測ってないので今度測ってみましょうね。これはちょっとだけ、そうだな、 1.5 倍ぐらいじゃないかと思うんですけど、体感的にはね。こっちに格上げです。まだまだ
ありますよ。よいしょ、だんだん増やしていきます。ジャン君ちょっと可愛い感じです。手先が可愛いじゃん。